どうもこんにちは、名古屋の伊藤です。さあ今年も大好きな高野山へやってきました。高野山ですよ、世界遺産ですよ。もうね、高野山好きでね、毎年来てるんです。今年で何回目なんだろう、今年で8回目ぐらいになるのかな。今年はですね、ちょっと新しい撮影機材を導入してまして、これです。この一眼レフカメラの下のこれ、これジンバルって言います。電動スタビライザーとも言います。手ぶれを抑えるための機械です。これを持って歩けば手ぶれが気にならないと、滑らかなすごい綺麗な映像が撮れるということで、今日はこれを持って高野山の端から端までずっと歩くっていう動画を撮りたいと思います。で、今ここが高野山の西の端っこ、高野山の入り口の大門っていうところです。ここから奥の院まで、奥の院の入り口までと奥の院の中、前編後編2つに分けようと思います。では行ってみましょう。